し、奴らは事前に化学兵器漏出の情報を流し現地を隔絶させていた。感染が拡大することはないだろう。それにしても今まで強制していたソ連軍を始末にかかるとは。スカルフェイスもこれで終わりにするつもりだ。ヒーライがヘリのカーゴに紛れ込んでいた。脱走を図ったつもりかわからんが、対処は後で考える。スネーク、聞こえる。 OKB-0 もサヘラントロプスも一番詳しいのは僕だ。考えを改めたよ。君の役に立ちたいんだ。あいつのためじゃなく僕に罪を償わせてくれ。証明するよ。僕も君の仲間だってことを。もし俺はマザーベースからのバックアップに徹する。指揮系統に支障はない。今まで通り指示はミラーを通してくれ。スカルフェイスは OKB-0 にいる。まずは奴に接触するんだ。現地研究施設はサイファーの実動部隊 XOF に占拠されている。連中の戦力を示す確かな解析情報はない。現地での判断力が試されるだろう。ついにここまで来た。スカルフェイスに接触し奴の全てを奪え。いいぞ、ゲートはあと2つだ。サイロにまだ動きはない。スカルフェイスも巨人も姿を出した。まさかもう。あ、いや、なんでもない。XOF がここを占拠している。スカルフェイスは近いぞ。